愛知県体育館熱気に包まれています。いよいよこれよりアメリカレスリング界で今最も注目される野生の炎トミー・リッチが入場してまいります。ワイルドファイヤー野生の炎、愛知県体育館が赤く染まり上がりました。赤いライトの中にトミー・リッチのあの鮮やかな金髪が浮かび上がってくるはずです。見えてまいりました。打倒ジャンボ鶴田を胸に念願の初来日、今年26歳ということですが、そのレスリングテクニック、レスリングスピリットはかつて NWA スカイヘビー級チャンピオンになったこともある通りすでに高く評価されています。まだ見ぬ強豪の一人、ワイドファイヤートミーリッチ、トミーリッチ初来日、愛知県体育館のリング上に今その勇姿を見せました。本当にアメリカナイズされた男、野生の炎トミーリッチ。さあ受けて立ちますチャンピオン、日本のプロレス界の明日を背負っていく男、ユナイテッドナショナルヘビー級チャンピオン、ジャンボ鶴田が登場してまいります。ローリングドリーマー、いつもの通りテーマ曲が流れております。昨年3月アメリカノースカロライナシャーロットで一度このトミーリッチの挑戦を受けました。その時はリングアウト引き分け防衛に成功しています。1年ぶりの両者の対決、今度は日本の舞台、チャンピオンのジャンボ鶴田、すっきりとした防衛で決着をつけたいところであります。厳しい表情です。ジャンボ鶴田、31歳のジャンボ鶴田であります。今リング上に登場してまいりました、ユナイテッドナショナルヘビー級のチャンピオン、ジャンボ鶴田であります。試合に先立ちまして、日本テレビからトミー・リッチ、ジャンボ鶴田、そしてレフリーの城樋口に今激励の花束が贈られました。タイトルマッチ宣言は大森茂、中京テレビ専務取締役であります。チャンピオンベルトがジャンボ鶴田から大森茂、中京テレビ専務に渡されました。初来日のトミー・リッチ、念願かなってこのベルトをアメリカに持って帰ることができるかどうか。ジャンボ鶴田は受けて立ちます。野生の炎ワイドファイヤー、荒っぽいレスリングで NWA 世界チャンピオンにもなった男、トミー・リッチであります。受けて立ちますユナイテッドナショナルヘビー級の王者、初防衛戦でありますジャンボ鶴田。試合は60分の一本勝負で行われます。さあいよいよまだ見ぬ強豪このトミーリッチを迎えての日本でのユナイテッドナショナルヘビー級選手権試合。山田さん、トミーリッチは初来日、1年ぶり鶴田との対決ですね。非常にね、そういったあの過去の因縁があるだけにものすごく張り切ってますね。体調もいいようですよ。はい、調子は非常にいいというふうに昨日の記者会見で言っていましたトミーリッチ。一方のジャンボ鶴田の表情を見まして、武井さん、王者の表情から何を伺いますか。なかなか厳しいものがありますね、まあ、あのチャンピオンのジャンボにとってはですね、年齢、それからキャリア、身長、体重、全ての面で勝ってるわけですね、はい、ただ一つですね、トミー・リッチに後れを取ったというのはやっぱり NWA 世界ヘビー級タイトルを先に取られたということなんですよ。なるほど。それだけにとってやっぱチャンピオンの鶴田にとってですね、これが正念場ですね。はい、どうしても負けられません。プロレス界の時代を担いますエース同士の対決、ユナイテッドナショナルヘビー級選手権試合、試合が始まった瞬間、トミー・リッチのドロップキック2連発、野生の炎ワイルドファイヤートミー・リッチ。山田さん、いいですね。なかなかね、意欲的なスタートですね、はい、やはりあのチャレンジャーとしてはこういった形でね、チャンピオンの起戦を削るというのはいいですね。はい、今度はチャンピオンジャンボ鶴田、円錐切りに入りました。両選手とも燃えています。
武井さん、はい、まあ、時代のプロレス界を担う日本とアメリカのエース同士の対決、まあ、大きく見ますとですね、世界のプロレス界の一つの流れをこれから作る意味での重要な対決ですね。こうやって向かい合っても見ましてもね、新しい時代の新しいライバルが出てきたなという気がしますね。はい、トミー・リッチは1957年アメリカテネシーの出身。そのトミー・リッチにジャンボ鶴田がダブルアームスープレックス見せようというんですが、トミー・リッチのディフェンスも硬い、トミー・リッチのディフェンスも硬い。トミー・リッチは18歳でプロレスラーとしてデビュー。その年に早くも大物の片鱗を見せました。そして先ほどもお話にありました通り、1981年4月27日アメリカはジョージア州オーガスタで24歳の時に当時の NWA スカイヘビー級チャンピオンのハーリー・レースを破りまして、第59代の NWA スカイヘビー級チャンピオンとなりました。まあ、武井さん、この24歳でですね、世界で最も価値のある NWA スカイヘビー級チャンピオンになったという事実、ジャンボ鶴田は冷静に見てるんですがね。あのジャンボにとってもですね、もう何度も何度もやっぱり挑戦しているタイトルでですね、未だにもやっぱり取れないわけですよね、はい、それをやっぱり先に取られたということはですね、やっぱり相当やっぱりそのプライドが高いジャンボですからね、悔しいものがあると思いますね。ジャンボ鶴田ジャンピングニーパット、まず飛び技を出してまいりました。昨年の3月7日アメリカノースカロライナシャーロッテにジャンボ鶴田が遠征に行きました。その時はこのトミー・リッチが挑戦してまいりました。12分25秒、両者リングアウト引き分けということで鶴田がタイトル防衛ですが、まあ、その時の試合を山田さん振り返ってみても、トミー・リッチは何かこう手の内を隠していたというような感じですよね。そうですね、しかもあの時よりも現在のトミー・リッチの方がより経験を積んでさらにたくましくなっているというふうに見るべきでしょうね。はい、山田さんはですね、この両者エース同士の対決、キーポイント勝負の分かれ目はどんなところにあると思いますか。それはやはりね、スタミナだと思いますね。やはりあの、まあ、現代のプロレスというものは、まあ、今から100年前のプロレスとは大きく違ってですね、こういったそのテクニシャン同士の対決もあれば、まあ、グレート歌舞伎のようなですね、非常に異色のレスリングもあると。この2人の対決に限っては先ほどの、あのいわゆる新しい形のプロレスというふうにおっしゃってましたけども、まさにその通りで、テクニックとスタミナの勝負ということに尽きると思いますね。武井さん、そういった意味では2人とも面白いですね。これからですね、この試合を起点としてですね、ますますやっぱりエスカレートしていくライバルになるでしょうね。はい、チャンピオンのジャンボ鶴田、チャレンジャーの初来日トミー・リッチ、両選手ともテレンミのないファイトを序盤戦から見せております。両足を取りましたジャンボ鶴田。ジャンボ鶴田は昭和26年3月山梨県の出身、本名は鶴田智美、31歳です。氷川高校から中央大学へ進学、アマチュアレスリングヘビー級、全日本のフリーグレコ両チャンピオン、昭和47年のミュンヘンオリンピック日本代表、その年の10月鳴り物入りで全日本プロレスに入りました。まさにプロレスをするために生まれてきた男でありますジャンボ鶴田。その鶴田の攻撃をしのいでいるトミー・リッチ、逆襟の体勢です。武井さん、この逆襟をうまく体をひねりましたね、トミー・リッチは。非常にやっぱり体が柔軟ですね。トミー・リッチ185センチ105キロ、ジャンボ鶴田197センチ115キロ。鶴田はキャリアが10年、トミー・リッチは8年。武井さんのお話の通り、どれをとってもジャンボ鶴田はこのトミー・リッチに勝っていますが、一つだけ残念なところはトミー・リッチがいち早く世界最高峰の NWA スカイヘビー級チャンピオンになってしまったという事実。まあ、ジャンボ鶴田としてはですね、元世界チャンピオンを破って日の出の勢いでその世界で一番価値の高い NWA スカイヘビー級の王座を取ってもらいたいですね。まあ、トミー・リッチがですね、ハリー・レースを破ってチャンピオンになったようにですね、ジャンボもやっぱりそのハリー・レースを破って UN を奪回してるわけですからね、はい。このユナイテッドナショナルヘビー級の王座は日本、アメリカ、メキシコ3カ国によって認められております。 NWA 世界で一番組織の大きいプロレスの組織 NWA がこれを認定するタイトル、歴史は古いんですが、昭和51年の8月28日日本代表ジャンボ鶴田、アメリカ代表元世界チャンピオンのジャック・ブリストの間におりまして、王座決定戦が行われ、フロンドスープレックスで鶴田がブリスコを破りまして初のシングル王座を奪取しております。まあ、武井さん、ジャンボ鶴田の代名詞と言ってもいいですね、このタイトルは。もう長いこと持ってますんでね、もう完全にジャンボの看板タイトルになってますね。はい、なんとしても守りたいタイトル。初来日のトミー・リッチ、金髪を今かき上げました。山田さん、このトミー・リッチがですね、あの馬場鶴田との構想を続けるフチンカン・スタンカンセンとの交流が深いということを聞いてるんですが、どうですか。そうですね、このトミー・リッチという人はあのジョージア州をあのホームグラウンドにしてますので、非常にあの
二人の間柄というのは親密らしいですね。はい、さてリングの中央バックを取って、バックを取ってバックドロップを見せようというんでしょうか、あるいはジャーマンスープレックスホールドでしょうか。まあ、そういった意味で技をですね、山田さん分析してみますと、ジャンボ鶴田の一発筆頭の大技4種類のスープレックスをはじめ、最近はバックドロップを得得してまいりましたし、本当に技の切れ味はジャンボ鶴田は今絶好調と見ていいですね。そうですね、いわゆる一発の大きな殺人技ということになると、ジャンボ鶴田の方が一日の長ありと。でも先ほどからこう見てますと、やはりチャレンジャーのトミーリッチの方が飛ばしてますんで、体にうっすらと汗が出てきてますね。はい、竹内さん、トミーリッチの技の中では先ほど開始早々ドロップキックの連発が見られましたけれども、その他どういう技が怖いですかね。一番怖いのはですね、やっぱりその鉄人ルーテーズの流れを組んでますね、フライングボディシダーズドロップ、それとブレンバスターの2つだと思いますね。なるほど、そういえば1年前のノースカロライナの試合でも鉄人ルーテーズの流れを組むフライングボディシターズドロップを見せましたよね。あの時はですね、体が今一つ浮いてなかったんですけどね、彼の場合両手が完全にその宙に浮きましてね、自分の体を浴びせるような形で相手をホールするわけですね。はい、これがやっぱりジャンボが使うフライングボディシターズドロップとはちょっと一味違いますね。はい、そして1年前の試合ではそのまま両選手がもつれ込むようにリングの外に落ちまして、結局そのままリングアウト引き分けということだったんですね。ですからですね、あれが完璧なリング中央で決まってましたがね、ジャンボにとってやっぱり怖い技ですね。はい、さあトミーリッチが力に物を寄せてまいりました。荒っぽいレスリングで NWA スカイフリー級チャンピオンにもなった男、トミーリッチ初来日になります。山田さん、このトミーリッチのアメリカでの人気というものはもう大変なものがあるそうですね。はい、ご覧のようにね、大変に美しい金髪、はい、それも日本風に言うとちょっとおかっぱ風ですね、でなかなかハンサムですね。それでいって実力があるということですから、はい、まあ、これは人気が出て当然でしょうね。さあ、目まぐるしい攻防だ。ジャンボ鶴田がトミーリッチを大きく足に乗せて投げました。そしてトミーリッチが試合の流れを断つようにリングの外に出てタイミングを測ります。竹内さん、はい、若いトミーリッチですが、なかなかこの辺は冷静ですね。インサイドワークもいいですね。ゆっくりと今リングの中に入ってまいりました挑戦者のトミーリッチ。やっぱりこういうところはね、アメリカのプロレスマーケットの中でも非常にハイクラスの一等級をホームリングにしているということで、まあ、いろんな有名なレスラーと対戦しているからキャリアが深いですね。なるほどね、一つ一つトミーリッチの動きは理にかなっております。エルボースマッシュ攻撃ジャンボ鶴田、ジャンボ鶴田の代名詞、ユナイテッドナショナルヘビー級の選手権、昨年8月宿敵ハーリーレースに王座を奪われてから3ヶ月後奪回に成功、そして今初防衛戦でありますリング上愛知県体育館であります。さあサイドのヘッドロック、強引に鶴田がエルボーで逃れようとするんですが、トミーリッチががっちりとサイドのヘッドロックを押さえている。そしてあばら折りコブラツイストに入りました。コブラツイストに入りました。ジャンボ鶴田の長身のディストのコブラツイスト。武井さん、身長で12センチ上回る鶴田が豪快なあばら折りコブラツイストですね。ただですね、左足のフックがもうちょっと深く欲しいですね。なるほど、腰の位置もちょっと高いんじゃないですか。ちょっと高いですね。日本の舞台でのチャンピオンジャンボ鶴田防衛戦、1年前はアメリカシャーロッテ、その時は両者リングアウト引き分けでした。すっきりとした防衛を日本のファンの前で見せたいジャンボ鶴田、その力が入ります。技を仕掛けました鶴田が早くリングの外に落ちました。そしてトミーリッチがその鶴田にキック一発浴びせております。トミーリッチが中に入っている。鶴田が今エプロンサイドから中に入ろうというところ、トップロープファイヤーロープが喉元に突き刺さりました。トミーリッチがなかなか鶴田を中に入れません。パンチ攻撃、エプロンサイドの攻防さ、必殺のブレンバスターがあるぞ。必殺のブレンバスターがある。エプロンサイドトップロープ越しのブレンバスター攻撃、トミーリッチ豪快なブレンバスター。竹さん、どうですか鶴田の表情を見て、聞いてますか。今のはですね、ちょっと高さが足らなかったですね。そうですか。山田さん、はい、このブレンバスターも要注意なんですかね。そうですね、ただ今のはちょっと浅いですね。はい、ロープに飛ばしてフライングボディスタードロップ、鶴田危ない、鶴田危ない、カウント2、鶴田危ない。トミーリッチ悔しがります。いや、これは竹内さん狙ってましたね。次に出ましたね。次に出ましたね。ルーテーズバリのフライングボディスタードロップ、空中同時目落とし、ジャンボ鶴田危うし、カウント2で払いのけました。そして胸板にキックを
浴びせてロープに飛ばしてトミーリッチの攻撃、カウンターのエルボー攻撃、トミーリッチチャレンジャー、初来日のトミーリッチが飛ばしています。チャンピオンのジャンボ鶴田危うし、ジャンボ鶴田危うしであります。いやあのブレンバスターから空中同時目落とし流れるような展開、トミーリッチが非常に今勝負の分かれのキーポイント掴んでますね。しかしですね、あの辺りであの大技を出したところを見ますとね、まだまだリッチはなんか大技を持っているようですね。なるほどね、ジャンボ鶴田は要注意、チャンピオンの鶴田は要注意。ユナイテッドナショナルヘビー級の選手権初防衛であります。さあコーナーマット最上段ウルトラ C のキックが見られるかどうか、フライングのボディープレス、フライングのボディープレス、さあどうだ、カウントカウントカウントはどうだ、カウント2、カウント2でトミーリッチが払いのけました。豪快なリングの中央まで飛んでくるフライングのボディープレス攻撃、武井さんものすごく距離がありましたね。いい位置で決まったんですけどね、今のですねリッチのまたかわし方もうまいですね。はい、日本のファンの前で堂々とカウント3の完全防衛を果たすというふうに言っていましたチャンピオンのジャンボ鶴田。一方初来日のトミーリッチ、なんとしても元 UWA スカイヘビー級チャンピオンの面目役場なるかどうか、エルボーを落としてまいりましたチャンピオン、チャレンジャーのトミーリッチがパンチ攻撃、そしてエルボーだ、金髪がもう汗でぐしゃぐしゃに濡れてまいりました。そしてダ、さあどうだ、出るかどうか、バックドロップの体勢に入ろうというジャンボ鶴田、ロープに飛ばしてジャンボ鶴田がジャンピングニーパット、ジャンピングニーパット、山田さん今のジャンピングニーパットどうですか。あの正面から決まってますね、しかしさあそしてダブルアームスープレックス、人間風車でトミーリッチを後ろに豪快に投げた、カウントが入る、カウント1、トミーリッチも早く払いのけました。バックドロップはね、かわされてましたね、さあ今度は脳天食い打ち、脳天食い打ちだ、脳天がキャンバスにのめり込むんですが、いやその技は入れません、その技には入りません。ジャンプ鶴田、トミーリッチのディフェンスもなかなかない、武井さん、はい、ジャンプ鶴田もですね大技を出してまいりましたね。しかしですねちょっとリッチはですねスタミナ的にそろそろやっぱり問題が出てきたみたいな感じしますね。なるほど、ちょっとあの口を開けている場面が長いんじゃないですか。やっぱりジャンボの方がですね、スタミナの配分はいいですね、両選手の表情を見極めていただきたいと思います。すでにトミーリッチは上半身はもう汗がガラガラと流れています。そしてご自慢の金髪は汗でぐしゃぐしゃに濡れております。一方のジャンボ鶴田はまだ山田さん汗らしいものは浮かんでませんね。そうですね、非常にね表情を見ても落ち着いてますね、はい、まあ、山田さんこのジャンボ鶴田ですね、タイガージェット氏あるいは上田馬之助といったまあ凶暴ファイターとですね試合を数多くやらなければいけないというようなこともあったんですけれども、ジャンボ鶴田のテクニックは依然衰えていません。今のこのブルドッキングヘッドロックなかなかいいですね山田さん。そうですね、やはりあのこういうね、トミニックのようにあの非常に器用にラフな展開に持ってくる選手とやる場合ですね、やはりあのジャンボ鶴田君もある程度ラフな技でいかないとですね。さあ先ほど逃れられたドリガーホールパイルドライバー脳天食い打ち、これは決まりました。トミーリッチが後頭部を抑えております。そしてカバーに入ったチャンピオンジャンボ鶴田、さあカウント3が入るか、カウント2、左足がサードロープに伸びました。鶴田は惜しい、悔しい。おっとトミーリッチが膝を当てました、トミーリッチが膝を当てました。野生の炎ワイドファイヤートミーリッチ、まだ見ぬ強豪の一人、来日が待たれていましたトミーリッチ、とうとう全日本プロレスのマットに上がりました。武井さん、このトミーリッチ本当に噂通りの男ですね。なかなかやっぱりいいレスラーですね、エルボースマッシュを見せましたトミーリッチ、今年26歳になるトミーリッチ。一方ジャンボ鶴田は来月32歳になります。まあ、両選手とも、まあ、年齢的なところあるいはキャリアを見ましてもですね、本当に今一番プロレスが面白い時期ですね。それだけですね、動きが非常にやっぱりシャープでいいですよね、はい。それから山田さん、鶴田の表情あるいは動き技などを見ていますと王者の風格というものがですね堂々と現れてますね、はい、実にね、堂々と余裕を持ってますね。元あの世界チャンピオントミーリッチにですね胸を貸すというそんな感じですね、はい、やっぱり今現在は自分がチャンピオンですからね、しかもあれですね、スタミナも配分が非常にいいですしね、はい、大技も適当に出してますしね、非常にいい展開だと思いますよ。トミーリッチがワイルドな噛みつき攻撃を見せておいてもう一回空中同時の落としに行こうというんですが、鶴田が受けて
トップロープにトミーリッチが喉引っ掛けましたね。さあそのまま一気呵成にバックドロップを見せるか。トミーリッチがブロックだ。トミーリッチが右足をフック、そしてパンチは空を切ってジャーマンスープレックスホールド。体が崩れてカウントが入る、カウントが入る、カウント3、カウント3が入りました。ジャンボ鶴田鮮やかな大技、原爆固めを見せました。ジャンボ鶴田必殺のジャーマンスープレックスホールド、原爆固め。ちょっと体がずれたところで、これはどうやらバックドロップですね。これはジャーマンにはなってませんね、ブリッジがありませんからね。今のは完全にね、はい、サイド行ってましたからね、バックドロップですね。ジャーマンスープレックスホールドに入れば、まあ、あの強靭な首の間でですね決まるんですが、バックドロップでジャンボ鶴田が最後トミーリッチからカウント3を奪いました。結果的にはね、リッチはあの3カウントされましたけれども、必死のディフェンスだったんである程度あの崩れましたね、あのディフェンスがあって原爆固めが崩れたわけですね。そうですね。でバックドロップに行って、はい、まあ、あそこでリッチよく頑張ったわけですね、ご覧のように15分41秒、バックドロップでジャンボ鶴田がトミーリッチから鮮やかなカウント3を奪いまして、見事にユナイテッドナショナルヘビー級の王座初防衛に成功であります。